せ。校長先生、私に何か。君、法系部の顧問だったよね。ええ、まあ。聞いたよ。創部以来、公式戦練習試合含めて248連敗。これははっきり言って記録だよ。はあ。それが何か。次負けたら敗部ね。負ければ敗部。部員たちもきっと分かってくれるはずだ。お前たちも分かっていると思うが、我がアイスホッケー部は創立以来一度として勝ったことがない。まずは事の重大さを認識させ。はっきり言ってたるんでる。なのでこれからは方針を変え、お前たちをスパルタ教育で全国を狙えるチームに鍛え上げる。分かったか。こうやって叱咤激励し盛り上げ、部員たちの心を揺さぶる。俺ってなんて話上手なんだ。よし、決めるぞ。文句のあるやつはそれ。我がアイスホッケー部に負け犬は必要ない。決まった。そしてここからホッケー部は生まれ変わるのだ。ちょっと。やる気がないので帰ります。僕たち負け犬なんで。そんな。どうしよう。次の試合に負けたらホッケー部は敗部なのに。これじゃあやる前から敗部じゃないか。自らとどめを刺してしまった。大丈夫よ先生。君は。ホッケー部は私が守るわ。石、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえケイティ、なんで僕たちがこんなことしないといけないのさ。なーに細かいこと気にしてるのパラッパ。大丈夫、気にしないで手伝ってよ。手伝うのは構わないけど、こんな時期にこんなことしても無駄だと思うな。新入部員の季節じゃないね。自然環境に良くないからやめた方がいいと思う。ゴミ増やしてるし。もっと他の方法を考えてみたら。確かに、あてもなく網をかけるより大物一本釣りを狙った方が賢いかもしれないわ。そうと決まれば善は急げ。何してるの。行くわよ。ねえ君、アイスホッケーに興味ない。ない。合格よ。 あなたは今この瞬間からホッケー部のエース。断る。ホッケーってイケてるでしょ。イケてない。おかしいわね。おかしくないって。ねえケイティ、この時期に部員を集めるなんてやっぱり無理よ。仕方ないわね。できれば運動神経抜群の選手をゲットしたかったけど、頭数は揃ってるし、とりあえず我慢するか。もしもし、今僕たちはとても不条理な状況下に置かれている。どういうこと。私に聞かないでよ。お待たせ。あれはケイティ。一人だけ服が違うね。なんかかっこいい。ロボみたいだ。みんなよく来てくれたわね。来たというより連れてこられたような。ここに集まってもらったのは他でもない。集まったというより集められたと言った方が。あなたたちに頼みたいことが。頼む。選択の余地がなさそうな気が。じゃあボブジー先生が手短に話すからよく聞いててね。我々は危機に瀕している。我々というわけで、我々は危機に瀕しているのである。なるほど。
それで今頃部員を勧誘していたのか。ありがとう。こんなに早く新入部員が集まるだなんて思ってもみなかった。君たちには感謝している。部員の鏡だ。100点あげちゃおう。まだ何も言ってないのに。そうだよ、誰も部員になるだなんて。大丈夫、みんなの入部届は私が出しておいたわ。次の試合絶対勝ちに行くわよ。言っとくけど、オブジー先生はアスパルタよ。ちなみに次の試合に負けたら即廃部だから。もし負けたら学校どころか町中で伝統あるホッケー部を潰したすっとこどっこいって噂になっちゃうわよ。さあみんな頑張っていこう。どうしたの。どうしたもこうしたもない。帰るんだよ。とてもじゃないけど付き合ってられないわ。何言ってんのよ、いつものみんならしくないわよ。大丈夫、君たちだったらきっとできる。無理だわ。そうだよ、アイススケートもろくにやったことないのにいきなりホッケーだなんて無理に決まってるよ。何よ、私が頼んでるのにそんな言い方するわけ。いつ頼んだんだよ。少なくとも頼まれた覚えはないわね。わかったわよ、頼めばいいんでしょ。お願いします。上辺だけじゃん。じゃ練習始めるわよ。それじゃあとりあえず滑ってみようか。やっぱり無理だよ。無理かもな。じゃあ PJ やってみたまえ。 PJ 動けない。本当？なるほど、この形状が氷上で滑る上では合理的なわけか。止まるときはこのエッジを効かせて。よし、次はシュート練習。それはっ、よっ、すごい、素敵。いける、これならいける。100点だ。ほら、パラッパ、パックいったわよ。え、どうするの。思いっきりぶったたくのよ。思いっきりぶったたく。うわあ、遅い。疲れた。明日はきっと筋肉痛ね。普段使わない筋肉を使ったからだよ。ほらほら元気出して、明日からも特訓は続くのよ。ちょっと待って、明日って学校休みよ。やあね、休みだからこそたっぷり練習できるんじゃない。無理よ私明日は。いいわよ、何しても部活が終わってからならね。みんなそういうことだから頑張りましょうね。ファイト。ありゃ、どう考えても不自然だね。不自然かもね。ケイティがホッケー好きって話聞いたことあったっけ。なんでホッケーなんかにあんなに一生懸命になれるの。なるほどね。なるほどって見ればわかるでしょ。怖いさ。何が。嘘だろ。あの面食いのケイティが。理屈じゃないでしょ、恋した相手が理想の彼氏よ。そういうもんなの。おもり。もうそれだったら全ての辻褄が合うわ。ファッション以外のことであれだけ燃えるケイティってのを説明するには他に考えられないかもな。は？水臭いじゃない。そうならそうと言ってくれればいいのに。いや気づかなかった、まさかこんな事実が裏に隠されていただなんて。バカみたい、なわけないでしょ。じゃあなぜホッケー部を。それは落ちてるコインよ。は？誰だって拾うでしょ。確かに、ってそれじゃ説明になってないよ。
それじゃあ聞くけど、川で溺れている子供がいたら助けるでしょ。まあね。港に迷い込んだクジラは海に返すし、ミルクティーには牛乳を入れる。それと同じで、傾いたホッケー部は何とかしたいと思うのが人として当然のことじゃないのかしら。これとこれとは違うだろう。とにかく余計な詮索してる暇があるなら少しは滑れるようになってよね。あ、それと試合まであと1週間よ。先が思いやられるわ。マットとポーラはそこそこいけそうだが、あとは絶望的ね。こんなんで大丈夫なのかしら。あ、でも大丈夫、絶対負けないから。だって点を取られなければ負けないでしょ。そうだな、そういうこと。昔私もゴーリーをやっていてね。ゴーリー？ちなみにゴーリーとはゴリラではなくゴールキーパーのことだ。そう。ハイスクールの時だった。あと一歩で全国大会へ行けるっていう大事な試合だった。ゲーム終了1分前、そのシュートさえ止めれば私たちの勝利は確実だった。これさえ止めれば俺たちの勝ちだ。左。結局そのショックが尾を引き、試合は延長の末に負けてしまった。いいかいケイティ、ゴーリーにとって必要なのは孤独に耐えうる忍耐と勇気、そしてここ一番の判断力だ。先生、目に見えるものだけが真実とは限らない。相手の身になって自分ならどうするか考えるんだ。そうすれば君はどんなシュートもきっと止められる。はい。どんなシュートも止められるか。疲れた。こんなんで試合になるのかしらね。まず無理だろうな。でももし勝てたらすごいよね。勝てるわけないでしょ。おお。どんなにゴーリーが頑張っても点が取れなきゃ絶対に勝てやしないのよ。ケイティ、元気出しなよ。誰のせいでへこんでると思ってるのよ。そんな、ちょっとケイティ、その言い方はないんじゃないの。言い過ぎだな。なくなっちゃうのよ。負けたらホッケー部は即敗部なのよ。私そんなの絶対嫌なのよ。おわいそう。はい、ありがとうございます。あ、ごめん、違うんだ。重症ね。ほんと重症ね。恋の病ということは、友人一同としては頑張らざるを得ないということだな。やり。じゃあやりますか。必死でね。じゃあ作戦参謀は僕が引き受けよう。素人なりの戦い方ってやつを見せてやろう。みんな頑張ろう。あー、みんな。あっ、いよいよ明日ね。ああ、ありがとう。え？ここまで来られたのも君のおかげだ。先生。本当だったら最後の試合もできないはずだったのに。私は。頑張るのはこれから。試合に勝たなきゃ意味ないんだから。ケイティ君、君はアイスホッケー部がそんなに好きだったのか。違うわ。私が好きなのはホッケーじゃなくて。僕の立てた作戦に抜かりはない。フェイスオフ。大丈夫、すぐ取り返すって。みんな、ケイティの愛のために。だから違うって。すごいぞ、
予想以上に渡り合ってるじゃないか。とは言うものの楽じゃない。なんとかケイティのおかげで試合になってるって感じね。第3ピリオド残り15分、そろそろ追いつかないと。じゃあ奥の手と行きますか。はじめまして。あ、はじめまして。やったオフサイド。アイスホッケーにもあったんだね、オフサイドって。フェイスオフ。DJ。 あ、うまい。まだいけるぞ。みんなごめん、これ以上の点は絶対にやらない。 OK、 頼んだよ。さあガンガン行くわよ。レイディの愛のために。だから違うって言ってるでしょ。ラッキー風情。パラパ、いけるわ。え、まずい。戻るんだ。よし、これで MVP はいただきだ。いっけー。みんな、何としてもあと1点をもぎ取るのよ。お願いよ、ゴールは私に任せて。さすがに相手も僕らが素人だってことに気づいたみたいだが。頑張りましょう。ケイティの愛のために。もういいってば。フェイスオフ。右、それとも左。相手の身になって自分ならどうするか考えるんだ。相手の身になって、もし私がシューターだったら。かかった。あ、勝てなくてごめんなさい。これでホッケー部がなくなっちゃうのね。もういいんだ。ありがとう。君のおかげで我が伝統あるアイスホッケー部も素晴らしいフィナーレを飾ることができた。ボブジー先生。ケイティ君。この雰囲気ってまさか。そのまさかかも。そうだ、これをあげよう。あ、え、いいんですか？本当に？我がホッケー部に代々伝わるものだが、そのホッケー部ももはや廃部。いいさ。やったー、好きだったのよね、これ。まさか。そのまさかかも。ホッケー部がなくなるともう見られなくなっちゃうかと思ったけど、こんなイケてるデザインのスタジャンもらえるなんてラッキー。なんだ。まあ、いいかな。
ラッパタウンのカリスマ美容師高山さん。スポーツカーに乗って忙しくてフレーバーで。私も髪型変えようかな。次回は今日もナイスフレーバー。じゃあね。